今誇るべき日本人の精神。ベスト新書、お上司。日本人は戦後以下に変わり、そして大事なものを失ってしまったのか。保守派の重鎮である加瀬秀明氏から話を聞いた。私には靖国神社を疎む者を、理解できない。国を愛して生命を捧げた英霊を、どうして愛することができないのだろうか。2015、平成27、年の前半に、安倍首相がうっかり口を滑らして、自衛隊を、軍、と言ったために、国会で野党から叩かれた。日本国民なら、誰でも自衛隊が限りなく軍に近いものだと、思っていよう。だが、吉田茂首相が日本が独立回復をして3ヶ月後の1915に、昭和27年7月31日に、保安隊は新国軍の土台となる任務を持つ、と述べた時には、国会で問題にならなかった。吉田首相はその翌年の11月3日に、衆院予算委員会において、自衛隊は戦力なき軍隊だ、と発言したが、野党が上げ足を取ることがなかった。安倍首相が軍発言を行った後に、与党の女性議員が、発行一憂、と言ったところ、国会で野党から叩かれた。発行一憂、という言葉は、日本書紀、七二年、に出てくるから、日本書紀、がけしからんというのだろうか。発行一憂、は、世界が一つの家族となって、睦み合おう、という意味だ。どうして、62年前に首相が、保安隊や、自衛隊を軍だと言って、問題にならなかったのに、今になって、非難されるのだろうか。アジア、アフリカ会議は1915、昭和30、年に、インドネシアのバンドンで、29カ国のアジア、アフリカ諸国の指導者が集まって開催された、第二次大戦後、最初の有色人種のサミットだった。日本も参加している、2015年4月に、インドネシアでアジア、アフリカ、バンドン、会議60周年を記念して、首脳会談が催された。安倍首相が参加して、演説の中で、先の大戦の深い反省、と、述べた。その10年前に、小泉首相がバンドン会議の50周年を記念して催された首脳会議で、痛烈なる反省と、心からのお詫び、と、演説している。だが、60年前の第1回バンドン会議の翌年の1915、昭和31、年3月8日に、鳩山内閣の重光葵外相が参院予算委員会で、太平洋戦争によって、日本は東南アジア諸国の独立に貢献した、と述べたが、野党も、中国、韓国も、非難しなかった。このところ、日本は中国や、韓国の顔色を伺って、戦々恐々としている、1917-4、昭和49、年1月24日に、田中角栄首相が、日本の朝鮮半島統治は、韓国民には有益だった、と発言した。だが、国会でも、国内でも、全く異論が出なかった。私はこのような例を、いくらでも挙げることができる。きっと、日本国民が物質的な繁栄によって、刹那的になったために、記憶を失うようになっているのだろう。